ようこそ。静岡市ではまん延防止期間の18日から20日の3日間にわたって静岡おでん祭り2022が予定されていて、今日は実行委員会が市長を訪問しました。実際お店大変でしょ。私は今ね、作業公演やらせてもらってるんで、昼間ですけど、やっぱ、前やった夜のお店はやっぱり閉じたんですよね。今実際の2人は夜の商売だったんで、やっぱ実際厳しいんだろうなっていうのをすごい、外から見ててもすごい感じますね。新型コロナの影響で3年ぶりの開催となる静岡おでん祭り。飲食店の経営が苦しい中、なんとか経済復活の起爆剤にしたいと、感染対策を気にしながらの開催です。このね、富士山タイムだってこの、やはりお酒が入る席だもんですからね、長くこう、ね、楽しんでもらうのも分かるんですけどね、だいたい20分、22分、30秒を目安にですね、こう回転していただければいいかなと。市長もまん延防止解除に向けての機運を高めつつも、感染拡大への警戒を続けています。これは本当に難しいポイントだろうと思います。というのはやっぱりその感染者数がね、割と上下の変動が激しいですよね。ですから直近になってみないとわからないと。今日の静岡市の感染者は447人、県全体が減少傾向にある中、過去3番目に多い人数でした。行楽シーズンが迫っておりますのでね、経済のことも考えなければいけないというギリギリの判断が21日だったんじゃないかなというふうに、私は受け止めています。市長は延長しないことを望むとしつつも、経済回復と感染対策の両立という難しい舵取りが求められています。